琵琶湖マリオットホテルに到着してカクテルタイム、これから楽しみたいと思います。それではご覧ください。前なかったっけ？楽しめますね。まあ、入れましょうか。いや、いい、大丈夫。アルコールがないからいいね。ナス引いてほしい。お帰り中。やっぱボルセね。いただきます。軽食ですかね。食べられたらいい。久しぶりのグラタンです。あ、お前が大事件勃発。写真撮っとこう。あーどうこの隙間入ってね。このボタンの隙間に入ってはどうか。すごいキノコも入ってる。おいしい。なんか普通にあの飛行機のラウンジとかにもこんなん置いてくれたらいいのね。基本酒飲みばかりじゃない。全然なんない。だってダイヤモンドの歌って飲まへんっていうのはメリットないもん。まあ、要は
国先生乗れば羽田とか成田とかやったらやっぱり学校でちゃう、ね、うん、そう国内線やからそんなに差がないね、うん、国内線乗ったら一発やろ、そうだよ、ほんまに、あ、ここに挟んで入れろっていうか、つけて食べるもんやね、温泉入って、よろしいね、すごいね、明るいうちにお部屋の温泉の外映しといてよかったね、ああ、明日の朝がいいね、これめっちゃいいよ、正解、お気に入り、ご飯があればなおよしやね、私はこれでもそのピタパンに比べてカレーのルーの量が多いよね、これは飲み物やね、まず最後飲むね、これいいね、糖類ゼロ、カロリーゼロ、アルコール 0.01 0.01 入っとんの、ね、一応じゃあ 0.00 13% の炭酸飲料、ただのジュース、いやでも気分が違う、気分が違う、ちょっとカクテルモデル構え、まだ夜も腹減るやん、まあ、まだ6時やもんね、ウェルカムギフトは 1000ポイントになったよ、3枚食べたことある量食べた、量食べた、黄色や、黄色やな、今赤やったよ、今赤やった、フォークは何、ちょっと待って、やばい、絶対夜このアヘルタイム、三つ野菜だみたいな感じ、
さは。本当に甘みだ。果汁もイスラエル製造で。レモンが出るな。炭酸、酸味料、香料。これは何なんだろう。甘味料か。これもいただけるんですか？考えてもちょうど。あ、そうだった。よくわかります。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。そしてこれからも食いしん坊ともちんのチャンネル、どうぞよろしくお願いします。